さあやっていこう。この第9話のケリをつけていこう。どうもアザラシです。桜対戦実況第9話です。第9話がいよいよ大詰め。長え第9話が。誰か回復してくれ。自分で回復。おお危ね。あ、今カバーしてよかったな。バカ。カバーしてよかったな。ここら辺にしか置けないね。ちょっと危なくて、危なっかしくて。てれれってってん、てんてんてててん。だだ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 。こうしてみるとマリア、ちょっといい。マリア、まあまあいいなって言おうとしたのに。マリア、まあまあ強いなって。そんなことを言おうとしたのに。ここで、サクラとアイリスで回復。イニス・ジャヌダー。フランス語に詳しい人でないと、わからない。何を言っているかは。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、この技って自分は回復しない。なんという自己犠牲にあふれる技なんだ。まずい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 。いろいろ計算狂ってきた。スミレ君が遅い。スミレ君の足の遅いのが全ての失敗の元になって、まあなんとかなるか。ここはなんとかなる。ここでスミレの合体技はできるんですかね。あ、ない。ナイス。戻る糸を。いやー、どうでしょうね。出すとアイリスが死なない。ちょっと待機貯めて。待機このぐらいだったら多分大丈夫。貯める。 26? 結構回復するね。どうだろうな。アイリスはここでちょっと待って、待っといてもらおう。気合を入れるぜ。チェスト。カンナはまあためで25、4回ためができれば。スミレさん遅い。あなた、いつまでたっても戦場に来てくれない。いつまでたっても。おほほほ。ここら辺かな。うわっ、カバウをさくらくんにしておけば。うーうー失敗だ。くそ、今に見て俺これだ。うまいことさくらの必殺技をやれば、あの、ここら、こっちの道の時にさ、これで、めっちゃここのコーマ減らしてたかもしれんね。うまいこと温存しとれば。そこ失敗しましたわ。だだだだだ。あと一人が一発。回復、自分で回復。1マスだけ。下手するとまずいかな。スミレ君全然遅い。
大神は？まあまあまあか。ちょっと重ねちゃったのが良くなかったな。むむむむむむむ。やっとくか。怖いけど。倒せはするな。ボスの前でガードを切ってる、防御を切ってるっていうのはちょっと怖い。必殺も打ってくるよな、当然。必殺、これが蝶の必殺。はい、なんて言った？ライフ連死のターンって言った。おほう、強い。お前らも私こそサタン様にふさわしいと思うでしょ。せやな。別にイエスともイエスともノーともつかない。別にまあまあ どっちでもいいっす。どっちでもいいっす。そんな適当おしゃべりしてるような余裕はない。いや、やっぱ硬いね。敵は硬いね。もう一歩離れよう。よし、よしよし。これでアイリスは回復持ってない。まあ死を覚悟してカンナ特攻。カンナ特攻手法構想剣。必殺技の名前出なかったっけ、それ情報で。あ、出てる出てる。神崎風神流鳳凰の前とか言ってる言ってる。電子ボタン、ライブ電子ボタン、四方高層君。へえ。パール首血のにゅい、イリスシャルダン、パール首血ぬいぬい。本当かいな。本当にその発音であったんかい。たわねえんだな。防御、行ってくれ。お見舞いしてくれ、必殺を。どんなもんかな。スサク、白虎、玄武、セリ。科学の力を言いますね。敵もでも大概科学の力だと思うよ、やっぱり。さっきも電気の技使ってきたし。言うじゃないの。やってやろう。てい、どい。聞かねえ。貴重な犠牲が出た。カンナシス。てられれん。うー、危ない危ない。やっぱ負けるとね、そういう好感度が下がるというペナルティーが。うん、多分現実にいたら一番このマリアが強いんだろうな。これぐらいの距離から当てられる。いやでも現実にいたらって意味わかんねえこと言ってんな。そのアイリスとかも常人ならぬ強さなんだろうな。敵として相まみえたら相当厄介だろうな、アイリスとかな。きっとな、超能力で戦うから。
カシキュバスター、まだ死んでなくない？まだ死んでないね。あ、間違えた。そうか、じゃあこれでいくで。しょぼい終わりをしてくれ。科学の力に負けたという体で最後お亡くなりになってくれ。かわいそう。こういう人ってなんで信奉してるの？そのサタンとか全然寵愛を受けてないじゃない。あやめさんはどこだ。いやもうちょっと相手の悲惨な亡くなり方にもちょっと気を向けてあげて、気遣ってあげて。さあゲームを再開です。セーブをもうしないぞ。第9話どんだけ長いんじゃってことになるから、さすがにもうセーブはしない。テレテテンテン、違う。おいきなりアニメーション。これあれじゃないか、東日本大震災並みの大津波じゃないか。すげえ、なんかこういうのが昔のアニメだよな。なんかそのこの辺のぼやっとしたグラデーションの感じがさ、セーダラミヤコーとかって言って、なんか昔のセル画のアニメっぽいよな。え、桜台さんでセル画のアニメなのかなこれ。てて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 、生きがっておられる。うわー、全然そんな顔に見えない。下のウィンドウに見える、アイコンに見える顔だけが。あやめさん、まだわからないんですか。俺です、大神です。大神ってことはどうやら分かってるっぽいぞ。私のままサタン様の配下、最強にして最も近くにお仕えする者、コウマアヤメよ。あなたは操られているんです。目を覚ましてください、アヤメさん。あなたたちの好きな藤枝アヤメはもうこの世にはいないのよ。どうしても会いたいならあの世で探すことね。いいセリフだ。目を覚まして、かわいい子、死んでもらおうよ。下ではバトルを繰り広げている。戻るのだ。命拾いしたわね。楽しみにとっておいてあげるわ。私に会いたかったら東京湾にいらっしゃい。東京湾の様子はここからじゃ伺い知れんのか。隊長、時間がありません。すぐに東京湾に向かいましょう。はい。東京湾までガシャコンガシャコン行くんだな。実際そうなの？明けない夜は実際そうなの？ないの？まあ白夜とかがあるからさ、白夜とかあるから、まあその月単位とかで見たら明けない夜はあるかもしれないけどなと思うんだけど。東京湾ってこうなの？これは影なの？東京湾の陸地のところの地続きでこうなってるのは、まあまあいいや、まあまあいいや。霧が明けて見えたんか。聖魔城。なんでマリア知ってんの？聖魔城って、あれが聖魔城だと。あれはまるで都市じゃないか。これこそ歴史から抹殺された幻の大地、ヤマトだ。へえ、これがヤマト。天帝なのにサタンなんだ。いやまあまあおかしくはないか別にな。天帝というのは形容詞というのはその コロナ前ではない。ネームという。
聖魔城って言い続けなさいよ。しかもめっちゃ声でかい。下の顔が白心すぎるやん。こっちがこっちの顔をこっちに持ってきて、こっちの顔をこっちにしてほしいよな。こっちの顔じゃん、このこれは。まあいいか。お、次回予告。最後の戦いですね。最後の戦い。でもこれが終わりじゃないわ。私たちの手でこの帝都を守るのよ。帝国歌劇団ここに参上。次回桜大戦最終回、最後の審判、大正桜にロマンの嵐。私もう何も怖くない。こんな感じだったかな、こんな感じだったかな、うる覚えの中でこんな感じだったかなって思ってる。よし、行こう行こう。多分これが次が第10話に。じゃあこの辺で、この辺にセーブしよう、しよう。最後審判、次最後審判中央で、ここまでだな。ほな最後の話に入っていきましょう。ほなまた。